はい、堀本でございます。もうね、さすがにね、言うことあんまないんですけど、あれですね、親子丼について。親子丼っていうネーミングあるじゃないですか。鶏肉と卵の丼。あれ、親子丼って名前つけたやつ、もうサイコパスでしょ？っていう話をします。だって、あれ、パンクすぎません？ 鶏と卵煮込んで親子だから親子丼だなって思うやつ、ちょっと怖くないですか？皆さん思います？っていうか、もうその行動がちょっと怖いですよね。鶏肉をだし汁で煮て卵で閉じようっていう発想がもうちょっと怖いですよね。もうね、親殺した後に子供を上からかぶせるわけですからね。この話やめましょうか。ちょっとね、テーマ設定が雑になってきてますよね、さすがにね。もう今何本目の動画だかもわかんないですけど、1日15本も撮ろうとするとね、テーマ設定がちょっと雑になるから、この話やめようか。なんかあったかな、他に。あれですね。目覚まし時計。目覚まし時計っていうネーミング、かわいそうだなと思いましてですね。壁掛け時計は分かるんですよ。壁に掛けられるのありきの時計ってことですね。目覚まし時計はね、目を覚ますのありき、目を覚まさせるのありきじゃないと思うんですよね。いろんな使い方ができると思うんですよ、本当は。本当はね。アラーム機能なんで、要はその、なんですか、待ち合わせの時間教え時計でもあると思うんですよ。待ち合わせの時間教え時計でもあると思うんですよ。だし、なんだ、カップ麺の出来上がり時間教え時計でもあると思うんですよね。あ、そうだ、だからそう、もっと言うと、その目覚まし時計がもうアラーム音にだけ着目してる呼び方なのもちょっとかわいそうで、ね、普通に時計としても使えるわけですから。ね、持ち主に時を知らせる時計でもあるわけですよね。何を言ってるんですかね、僕はね。全部の時計そうですけどね。ちょっと違ったかな、これも。目覚まし時計の話も違ったかな。まあ、あれですね。ノープランで喋ってるから、こういうこともあると。この動画の結論はですね、こういうこともあるということでございます。これがリアルだから。ノー台本だから。はい、以上です。